皆さんこんにちは、次郎コーチです。アンダー12のトレーニングを紹介します。まずは1つ目、ボールを手で持って足の裏で、でキャッチ、足の裏で押してキャッチ。これは簡単だと思うので皆さんならできると思います。ぜひチャレンジしてください。それでは2つ目のメニューを紹介します。1つ目でボールを踏んでキャッチするとやりましたが、次はボールを踏んだら次はもう1回踏みます。これを連続で何回もやっていきます。得意な方の足でできたら次は苦手な方の足でやってみましょう。ぜひチャレンジしてください。それでは3つ目のトレーニングを紹介します。1つ目でボールを踏んでキャッチ、2つ目でボールを踏んで連続でやるっていうのをやりましたが、次は交互の足でボールを踏み続けるというのをやります。見てください。このように踏むときにこうですね、足をこうちょっとこうちょっとやる感じですね。かぶせて足を地面に叩きつけるような感覚でボールを踏んでください。以上